はいどうも皆様こんにちは、ピーターマンです。はい、前回ねこんな動画を出したかなって思うんですけれども、雷神丸、この雷神丸について実は伏線があったかなかったかっていうね動画を出しましたね。まあこれがね、元がこのボーダレスミッション、ワールドトリガーボーダレスミッションっていうゲームなんですけれども、実はその伏線と思われるものがもう一個あってですね、まあ雷神丸とはね全く関係ないんですけれども、今ね三雲治が映ってますけれども、はい、彼にねまつわることでして、まあ言うてね、あの前回の雷神丸の動画でちょっとコメントをいただいたりして、でまあ、結構前から割とこう話題にはなってたりねしてたんですけど、まあ、それを改めてこうご紹介できればなと思ってまして、まあ、何があるのかっていうと、三雲治ってあのランク戦ラウンド8で最後ね二宮隊長と一騎打ちになって倒すと、まあ、一騎打ちじゃなかったな、2対1になって倒す時にあのハウンド使ったじゃないですか。そう、まあ、誰もがね度肝を抜かれたあのハウンドをね使ったんですけれど、そのハウンドを使ったこのゲームの中でなんかなんだろう、ミッションなんだけど実は使ってる描写があるんですよ。っていうのはこれ、このミッションこうね、オサム超覚醒っていう、まあなんだろうな、ゲームオリジナルのミッションというか、まあ実はねこうありえ、本当はありえないんだけれども、あのカラスマトニマルの超特訓によって超覚醒したオサムを撃破しろっていうミッションなんですけど、これをこうまあなんで考えたのかわからないけれども、まあそういうミッションがあってですね、こうオサムとのまあ基本的な一騎打ちとかができるんだけど、オサムってまあこのゲームの中では一番最弱キャラなので、その最弱キャラが強くなったらどうなるのかっていうね、多分趣なんだろうけど、その中で彼が使うトリガーがあって、まあ基本的にレイガストとまあシューターなんでアステロイドは変わらないんだけど、彼あのハウンド使ってくるんですよ。はい、それをねちょっとご紹介できればなと思ってまして、でこのねミッションの中でそのハウンド使ってくるっていうのは、基本的にこのミッションやった人しかわからないんですね。ハウンドって言って使ってくるだけなんで、そうハウンド使ってくるよっていうね描写っていうか、その文章もないので、それをね軽くやってみようかなと思います。はい、でねちょっとねこちらも僕はまあもちろんこの仲間を引き連れて行ってオサムをボコボコにした記憶があるんですけど、まあせっかくなんでこちらもねオサム連れてって、はい、やってみようかなと思います。うちの三雲治はまあオールラウンダーになってるけど一応シューターで、40レベルなんだけど、装備トリガーもまあハウンド持ってってみようと思います。はい、でアステロイドですね、他は全部一緒かな。まあ挑むんですけど、本当に期待はしないでください。多分勝てない可能性が高いです、マジで。まあ相手が結構強いっていうのもあるんだけど、オサムが弱すぎるのでこのゲーム相当頑張んないといけない。今回はバフがないので、そうあれみたいな雷神丸とか、あとはトリオンアップとかね、そういうバフを一切持っていかないので多分負けます。まあだけどちょっと頑張りますんで、はい、よろしくお願いしますってことです。僕がリーダー。ではい、これでオサムですね。オサムで戻り、きっとやれるか。もうね戦闘開始します。はい、もう早くあれだね、ハウンドを使ってくるオサムっていうのをねちょっとご覧に入れようかなと、はい、思います。さてちょっとねやっていきますよ。確かね彼ねハウンドだけじゃないんですよね、使ってくるの。いた、いった。今ね普通のアステロイド撃ってきてますね。ほら撃ってきた。今聞きました、聞こえました。今多分アステロイドかな、これアステロイドだね。さあ撃ってこい。ちょっと待って待って、シールドがもう限界なんだが、待って待って、シールドが限界なんですよこっち。待ってガチじゃんあんた、ガチじゃん。これアステロイドでしょ。シールドモード。さあちょっと撃ってきて。さっき2回ほどで撃って、何ちょっと今の見ました。あのねテレポートも使ってくるんですよあいつ、テレポート。これはねもしかしたら何かのね伏線なのかもしれない。もしかしたら、まあ、使わないと思うんだけど、トリオンがないから。でももしかしたらね遠征編とか遠征試験とかそこら辺でテレポートを使うっていう
伏線なのかもしれないんだけど、テレポート使ってきます。はい、びっくりだよね本当にね。ほらリヒャ、今聞こえました？ハウンドって撃ってくるんですよマジで。でトリオン量が僕が使うミクモサムと全然違う、もう倍ぐらい倍ぐらい違うんですけど、もうやばいんですよ。だからでも頑張るよ。実はもう半分減ってるんだよね体力ね。あれでやつのアステロイドでもうガンガン削られてるから、さあちょっとね、もうシャドウリンク対シャドウリンクみたいな感じ、わかるかな、わかんないと思うけど、そういうね自分と戦いがねありますからね。ちょっとこれはどんだけ時間もね、あの5分以内なんで今のうち、うっ、え、あれ今切ったよね、今切ったよね僕、体力減った、ちょっと待ってね、シールドモードで近づいてくるから切る。おいおいおい、マジかよ、ちょっと待ってくれよこれちょっと切ってるんですけど体力全然減らない。シールドモード、くっ、このよし、食らったって言ったのは多分相手なんで、いやちょっと待って、一瞬でもうシールドを削られるんだけど、おちょっと待ちにしちゃいったいな、ハウンドでその威力かよ。いやっていうのもね、あのこのゲームハウンドクソ弱いんですよ正直、威力がねすごい低いんで。でもやっぱ相手はちゃんと覚醒してるんで覚醒してるから威力が高い。そして僕がもう限界ですよ、もうあと3分の1もないからね。結構削ったね、アステロイドちょっと入った。相手の弾取りがもう一発も食らえないんですよ正直。で、あのこういう感じで、こういう感じでね、弾取りがあって自分の手元にこうチャージできるんですよね。三段みたいに打てるんですよ、三段みたいに、なんだろう、ショットガンみたいな感じで打てるんですけど、それを食らうと本当にね一瞬で体力持っていかれるんで、あ、いったいった、よしよしよし、入った入った入った、これならいける、シールドモード、さあ来い。ちょっと、あ、違う、あれだあれだ、あのテレポートじゃなかった、カメレオンだ、カメレオン、カメレオン使ってくるんだ相手ビクモサム意味わかんないよね、絶対つかないよね多分ね。でももしかしたらカメレオンを使ってくるのかもしれない。ちょっと待ってくれ待ってくれ、死ぬ死ぬ死ぬ、マジで死ぬ。その伏線がどうこうっていうよりね、まずちょっとここで勝たなきゃいけない。相手が撃った隙に近づいてなんとかこう隙をついて、ちょっと待って、今どこに当たった今ちゃんとガードしてたじゃないですか。やられた、嘘でしょ。納得いかないからもう一回やります、時間もあるしね。これはねちょっと今回は、あの前回はちょっとね、あの考察動画っていう、あのよくわからない動画だったんで、今回はちゃんとゲーム実況として、はい、やります。まあね、ミクモンサムの伏線はあったかもしれないっていうのをねちょっとねご紹介できたかなと思いますんで、今回は、はい、僕もハウンドを使いたいな。いやでもちょっと勝てるかな、ミクモンサムの弾トリガーは正直当てても正直ね本当に至近距離で撃ち抜くっていうことをしないといけないから、だから今まであのロックンとか、あとあれだね、諏訪さんとかね弾トリガーで倒しましたけど、結構至近距離だったんですよね。でこうアステロイドで倒してたんで、僕もそれをちょっと真似して置き玉で勝ちたい。弾は置いておいて僕は切りに行きます。よし、いや、ちょっと待って待って待って、おかしくない、おかしくない、踏み込みが浅いんだけど、よっ、入った入ったけど、このヘリ声はまずいぞ。ちょっと待って、ハウンドか、これアステロイドじゃないと多分ねダメージがちゃんと入らないんだよね。でトリオン量がすごい少ないから、うかつにねこう弾をね出してるとすぐね切れるんですよね、トリオン僕さ基本的にあのチカちゃんとか、あとイズミンとか使ってるから、トリオン量がすごい違うんだよね。いった、ちょっと待って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 、くそ、あいつうまいぞ。僕がアステロイド貯めてるんですけど、そのあいつのね弾を2発とか食らうとそのためが途切れるんですよね、ノックダウンして。それをねちゃんと狙ってきてるんですよね、あいつうまいの。やっぱトリバルのね特訓がすごい効いてるんでしょうね。ちょっと今回はちゃんとやらないと、痛えな本当に。
せめてなんか、あぶねあぶねあぶねせめてトリオン量アップのバフぐらい持ってくれよかった。能力アップちまちま打ってきやがって、ここよしよし入った入ったけど威力が低い。でも半分は削ってる。ここよしいいね。もう一発もう二発は入れたい。よしいいねいいねいいね。でもいいけど僕死ぬんだよね。もう少しでちょっと待って待って待って、ここだよし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 。あとはちょっと誘い込んでこの木玉で決めたい。出し切ったね。ちょっと待って、でもでもさっきねこれやられるんだよね。シールドしてでもね撃たれるんだよね。アステロイド、よっしゃ決まったよかった今のは決まったって言っていいのか分かんなかったけど、なんとか置き玉で倒せましたね。よかった、ナイスだオサム、よくやった。これで大丈夫だ。多分未来の自分を相手によくね検討しましたよ。さてちょっとね今回は完全にゲーム実況なんですけど、やったレベル上がった、こんな感じでね終わりたいと思います。特急先行も取れましたんでね、よしではね、はい、終わりたいと思いますけれども、最後にねちょっとね告知だけして終わりたいと思います。まあね多分ねこの動画の上の方にこうちょいちょい出てたかなと思うんですけれども、来週末3月27日にこのコーヒーモンキーズメインチャンネルの方の生配信枠で1万人登録者1万人記念の生配信をしようと思っております。今回ね久しぶりの生配信、まあラジオ生配信ということで3人集まって、はい、10時間もいろんなゲームやったりね、雑談したりラジオしたりっていうことをしようと思ってます。もちろんね多分ワールドトリガーのこともね触れると思うんで、はい、ぜひまあ、10時間もやるんで、まあ、軽い気持ちでね暇つぶしにお越しいただければなと思いますんで、はい。でこのボーダーレスミッションに関しては、まあ、最近ねやっぱりこのホイケルの時間が取れないので、まあ、どうしても1人でこう収録してるんですけれども、またね3人とか2人でこう実況できればなと思ってますんで、再開していこうと思いますんで、はい。というわけで今回はねこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ベールアウト。